どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ皆さん、音楽やってますか？やってますよね。楽しいよね、音楽ってさ。ところでね、今ね、2023年の7月になったばっかりなんですけれども、今の時期、皆さん知ってます？これですよ、ドン！梅雨真っ只中、今日はめっちゃ晴れてますけどね、昨日はすごい雨降ってて、やっぱ梅雨だなと思ったんですけど、まあ、梅雨といえばやっぱり雨ということですね。ガズレレではですね、実は雨にまつわる曲、とってもたくさん取り上げております。調べてみたら20曲、他にももしかしたらあるかもしれないんですけど、雨をテーマにモチーフにした曲ですね、名曲が多いんですよ。で、今回のこの動画はですね、ガズレレで取り上げたこの雨のまつわる素敵な曲20曲をご紹介したいと思います。ざーっとここにね、曲名書いて、あとね、概要欄に全てのレッスン動画の URL 貼っとくんで、ぜひ皆さん、雨の曲って考えてみたら、今一番輝く曲ですからね。真冬の雪降ってるのに雨の歌とかあんまりちょっと歌いたくないし、なんか夏でさ、もうビーチでみんなうわーってやってる時に雨の歌とかなんか嫌じゃないですか。だから今が一番いいんですよ。だからそう思ってですね、今日は、厳選ガズレレで取り上げたウクレレ簡単に弾けちゃう20曲、雨の歌ご紹介します。まず第1弾。はい、これです。雨のち晴れるや。雨のち晴れるや。ゆずのね、朝ドラのテーマになった曲。あと、レインです。セカオワのレインですよ。魔法はメアリーの映画の曲にもなりましたね。これもね、透明感あっていいんですよね。はい、そして次、大江千里さん、秦基博さんでも有名なレインという曲。この歌はですね、ガズもうめちゃくちゃ大好きで、琴の葉の庭というね、ショートアニメムービーの中でももうね、泣いちゃうんですよ。この曲歌うと泣いちゃう。透明感をくれて、雨が好きになっちゃう曲です、レイン。これね、同じレインですけど、セカオワとね。はい。あ、次、スピッツのアジサイ通り。これ昨日取り上げたばっかりですけど、この曲もいい曲だったなぁ。ほんと。雨のイメージがどんどん変わってきます。こういう名曲を取り組んでるとね。次です。XJAPAN の ENDLESS RAIN。これもね、ちょっと昔の動画なんで、もう一回2023年とかで改訂バージョンを出したいなというふうに思わせてくれる、名曲ですよね。ゆったり。奏でてください。そして、最後の雨でございます。はい、中西康史さんの名曲ですけれどもですね、これもですね、もう歌い継がれる名曲、雨のね、景色が変わる名曲だと思います。いいですよ。はい。そして、森高千里さんの雨です。やっぱり梅雨と言ったらこの曲を思い浮かべる方多いんじゃないかな。森高千里さんの雨はね、やっぱり女性を中心にすごく、歌いたいという方多いんでね。はい。これ、今映ってるとね、概要欄に貼っとくんで、本当見ておいてくださいね。じゃあ、次、始まりはいつも雨。アスカさんですね。君に会う日はってやつですね。あれもね、いいんですよ。声の透明感というか、やっぱりね、すごいね、世界観が、頭にメロディーを聞いただけで、時代というか、雰囲気が、景色が浮かぶ名曲ですね。水色の雨。これももう昭和の名曲ですよ。今聞くとすごく、いや、なんとシティポップの要素がめちゃくちゃありますからね。ファンキーでソウルフルなんですよね。はい、優しい雨。小泉京子さんです。この曲、うちのハニーさんの大好物でございます。優しい雨ね、本当キョンキョンもすごい大人の曲をね、歌ったなというような感じで、当時もそんな雰囲気だったらしいですね。はい、これも楽しい曲です。次、雨音はショパンの調べ。これが小林麻美さんのもう、なんでしょう、これもシティポップみたいな感じがしますよね。これ洋楽のカバーなんですよね、もともとは。すごくこれも好き。透明感のある、なんだろう、刹那な感じ。たまりません。で、レイニーブルーですよ。これ好きな男性諸君は多いんじゃないですかね。レイニーブルーも終わっ歌いたい。これは歌ってくださいよ、皆さん。今一番輝きますからね。はい。RC サクセションの雨上がりの夜空に、これもやりたいですよね。この雨に打たれて、今清志郎さんの歌の特徴を最初上げてからやる。この雨に打たれて、みたいな感じで上から下げてくる。おすすめです。はい。そして、ザ・モッツの激しい雨が。これが熱いロックですよ。この RC サクセションの雨上がりの夜空にとね、ザ・モッツ激しい雨が。これはね、魂たぎっちゃうです。激しい雨が俺を。歌ってください。はい。はい。じゃあ次、ちょっと雰囲気が変わってきます。演歌ですよ。演歌。これがまたいいんですよ。長崎は今日も雨だ。もうタイトル聞いただけでもう歌いたいもん。長崎はその後雨の墓場ですよ。雨降れ降れもたこれ最高です。洋楽もたっぷりありますよ。Singing in the Rain、Singing in the Rain です。雨に歌えば、Singing in the Rain、ジャジーに歌いましょう。かっこよくジャジーに。ジャジーがいいよ。そして、雨に濡れても、Raindrops keep falling on my head。おしゃれだぜ。ほんとおしゃれ。もうなんかニューヨークの街で歌いたい。ね、雨も楽しくなっちゃう素敵曲です。そして、これを忘れちゃいけないです。CCR、雨を見たか。I never know.Have you ever seen the rain? ああ、もう名曲スキル。これ入門コード4つでできるんですよ、この CCR。Creedence Clearwater なんとかウォーター。ね。この曲もめちゃくちゃいい曲だよな。泣けてくる。本当に。これはね、こう、ベトナム戦争の時のね、曲ですから、そのなんか、そういうのがね、もう、最高。そして、日本代表選手、雨降りです。雨降れ降れってやつですよ。こういうのも忘れちゃいけません。本当雨っていうテーマだけでもいろんなね、景色と雰囲気と世界観と情景がこう今ね、ざっと紹介しただけで浮かんできたと思うんですけど、どうです？音楽ってすごくないですか？これが全部ガズレレ簡単アレンジで気持ちよく弾けちゃいます。今紹介した曲全部この概要欄にね、貼ってありますからね。ガズレレ YouTube を見て、まあ今の時期、本当雨の時期に歌うのが一番やっぱり輝きますから、食べ物もそうじゃないですか。一番その果物が美味しい時期にその果物を食べるのがいいわけでございます。さあ、本当に、偉人たちが、作り上げてくださったすごく素敵な 名曲をですね、我々もこう歌い継いで、楽しんで日常をですね、輝かせていきましょう。雨もめちゃくちゃ楽しくなっちゃいますよということで、この梅雨はですね、もうウクレレがあったら最高ですということでございます。体調管理気をつけてくださいね、皆さん。いきなり暑くなったり寒くなったりですね、湿度が増えたりなんかそんなのでね、今季節の移り変わりの時にね、危ないですから。はい、そんな感じで楽しく音楽して、音楽やってるとね、でも健康にはすごくいいと思うんですよ。大好きなことで夢中になってるから。はい、健康第一でございます。健康第一に弾き語りは最高だぞということでおすすめいたします。はい、ちょっとこの後ね、お知らせ、ご案内をひっつけときますんで、ぜひご覧になってください。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ご案内をどうぞ。オレンジ色の本が出る予想ブック5、予約受付スタートになりました。皆さんいろんなところで予約受け付けてます。インターネットとか Amazon とか本屋さん、書店さんでよろしくお願いします。そしてこのイベント、7月23日、博多の HMV&Books、8月8日渋谷 H&M Books で、無料出版記念イベント開催です。電話予約もできるから、遠くにお住まいの方も夏の旅行にぜひいかがですか？ご案内は概要欄に貼っときますので、ぜひこのイベント参加してください。最高のイベントですよ。よろしくお願いします。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルで、どんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね、YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから。ビットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して、今楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリ、スマホとかタブレット皆さん入れておいてください。入って、そこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこう自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますんで、ぜひアプリ入れるだけでも、まず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。Amazon などで販売中、ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あと、いつもね、ガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますのでね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じで、あっちからこっちから、もうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ、本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。